フランス中央高地の地図。赤い線内がボジョレイの位置ボジョレイは、フランス南東部、リヨンの北に位置する土地で、特にワインの産地として知られる。ローヌ県の北、ソーヌイコールエイコールロワール県の南となる。フランス革命以前、ボジョレイは単独の州であった。ボジョレイという地名は、かつてのこの地方の中心地であった。ボジュに由来する。現在の中心地は、 ビルシュルソーヌである。フランス語発音の国際音声記号は、ボールイプシロンであり、ボジョレと発音するのが基本であるが、フランス語では長母音と単母音を区別しないため、前後に来る単語との関係から、ボジョレー、ボージョレー、ボージョレーとも発音する。イギリス英語では、ブレイ、アメリカ英語では、ボラと発音する。日本語では、ボジョレ、ボジョレー、ボージョレ、ボージョレーとの表記が見られる。 ただしマスメディアにおいては、商品名を紹介する場合は、その表記を優先するものの、それ以外では、新聞各紙が、ボジョレ、テレビ各局が、ボジョレに統一しているようである。ボジョレの代表的コミューン3、リゴー3、ボジョレは、中央高地の北東部、丘陵地域である。東部が、ソーヌ川谷に接し、西が、ロアール川谷に接する。ボジョレの標高最高地点は、 1009メートルの3、リゴー3である。1898年、ボジョレー出身の教師、クローニウス・サボワイエが、戦死時代のボジョレーに関する本を執筆した。ボジョレーは、9世紀にはリオネー及び、ホレ伯爵ギオームが治める、男爵領であった。彼が死ぬと男爵領は、息子のベラールが継承し、ベラールは、初めての傍重教となった。この家系は、 ギシャール5世の死んだ1265年に断絶した。ギシャール5世の女子相続人イザボーは、ホレハクシャクルノと結婚し、彼らの子孫が第二期の傍従教科となった。傍従男子奉行は1400年、エドアール2世、ド傍ューと、オイルイ2世ドブルボンの取り決めによって、ブルボン家のものとなった。ルイ二世の子孫ピエール二世は、フランス王女アンヌドフランスと結婚し、 彼女は、傍獣の貴婦人と呼ばれた。1522年、ボジョレイは、シャルル三世ドブルボンから没収され、フランスは一世の母ルイーズドサボワに与えられた。1531年に王領とされ、1560年に、フランスは二世によって、モンパンシエコー、ルイ三世ドブルボン版に与えられた。あとに、 ルイ三世の彦で、モンパンシエクゲの女子相続人であったマリーが、ルイ十三世の弟ガストン・ドルレアンの元へ1626年に、とつぐ際、ボージョレイは、彼女の持参金の一部となった。マリーは、カズメ・アンヌ・マリーを残して救世した。このなかったアンヌ・マリーは、ルイ十四世の弟フィリップ一世に、ボージョレイを遺贈した。ボージョレイは後に、オルレアン家の持つ、 儀礼称号に取り立てられた。ボジョレー白の称号を持っていた最後の王族は、フランス王、ルイ・フィリップの実弟で1808年に、独身のまま死んだルイシャルル・ドルエアンである。コニファーを中心とした、林業、テキスタイル産業が挙げられるが、真っ先に、ワイン生産地域であることが挙げられる。この地方特産のワインについては、ボジョレーワインを参照。ありがとうございます。